夜桜、あたいは準備万端だよ。ほれ、両手もこの通り絶好調。もみもみもみっと。ねえ、このリアクション相変わらずやりにくいね。あなたは自由なんですね。え、あたいが自由？まあ確かに好き勝手にセクハラしてるから、そう見えるのも無理はないか。でもな、夜桜、物事ってのはそう単純でもないぞ。え、あたいのセクハラはただもみもみすることが目的じゃない。少しでもいろんなやつと仲良くできればなっていう、あたいなりのコミュニケーションなんだよ。物は言いようですね。でも物事にはいろいろな見方があるというのはその通りだと思います。そうか、じゃやるかい。ええ、命を懸けたセクハラを。違う、命を懸けた戦いじゃ。いや、ごめんごめん、間違えちまったよ。それでは改めていざ参ります。舞い忍びます。いざ鎮魂の夢に舞い散る。ほらよ、ほらよ、くれ、ほらからのちょっと見せろ。なんなん、ほらよ、きたきた、なんなん、見せろよ、くれからのよっとやっからのほっ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 。優しい、なんだ、うわぁ、秘伝忍法、わしの拳、受けてみ、打ち抜くよ、うわぁ、わさり、チュッチュッ、うわぁ、こうやろ、デコタンのね、任務じゃ。私の勝ちです。ああ、負けだ負けだ、あたいの完敗だよ。でも不思議です、わしはもっとあなたと戦いたい。
奇遇だな。あたいもだよ。学園祭を始めてからずっとこんな気持ちを味わってました。戦えば戦うほど通じ合うような気持ち。戦いは憎しみを生むだけではないんですね。そういうこと。河原で殴り合った末に友情ってのは芽生えるもんさ。例えがいまいちわかりませんが、ただ今の気持ち、わしは嫌いじゃありません。敵とも友達になれるのなら、こんなに素晴らしいことはないと思います。うん、そうだな。あたいもそう思うよ。黒影様はどう思われるでしょうか。ただこれがわしの出した結論です。本当にありがたい評価じゃ。わしはもっともっと強くなる。イカルガ、戦う前に一つ聞きたい。村雲さん、何でしょう。お前の貧民街の友とは抜け人の黄泉のことか。ええ、そうです。そうか、それは奇遇だ。黄泉は我の幼馴染でもあった。でしたら貧民街の再開発計画の件は。それとこれとは話が別だ。黄泉は悪人だ。善人の我が力になることはできん。前にも言った通り、我に何かを要求したければまず我に勝つことだ。そうですね、わかりました。私、黄泉さんのためにも必ずあなたに勝ってみせます。うん、あくまで友のために刃を振るうか。村雲さん、行きます。来い、イカルガ。ミラクル、新婚の夢を沈め。イカルガ、舞い忍びます。いざ、新婚の夢に舞い散る。命がけ。
忍び転身。できる。本気でください、本気でください。本気でください。もらっておこう。飛燕の炎に焼かれなさい。もう止められませんわよ。終了。我の勝ちだ。私は負けるわけにはいかない。ヨミさんの故郷を守るためにも負けるわけには。怒るがもう十分だ。貧民街の再開発は中止にするよう父に頼んでみる。あの場所は我にとっても故郷だ。それに言うことを聞かなければお前は死ぬまで立ち続けそうだしな。我はお前を殺したくない。ブラクマさん、我はもっと戦ってみたいのだ。お前やヨミともっと戦ってみたいのだ。ええ、そうですね。私も同じ気持ちです。それに戦うだけじゃなく、たまには一緒に食事をしたりゆっくりお話もしたいです。ダメですか？いいえ、ぜひお願いします。村久保さん、善も悪も関係なく同じ忍びの友として今度は三人で会いましょう。そうでなければこんな評価ありえません。また少し、ほんの少し強くなったようですね。ひらめいた。我、新